アラムート城塞はすごい砦だ。まるで子供の頃に聞いたおとぎ話から飛び出してきたみたいだ。自分で自分を信じなければ他に誰が信じる。来たな。できるか。多分。昨日のことは忘れろ。今日のこととは関係ない。お前が着替えたら始めるぞ。行けばシム、練習通りに。はい、師匠。なったね、バシム。その調子よ。落ち着け、バシム。落ち着け。今だ、飛べ。はい、師匠。このぐらいにしよう。続きはまた明日だ。大丈夫です。体を見ればわかる。お前はすぐに集中を切らす。イーグルダイブは入門の道へと進むための重要な一歩となる。隠れし者の最初の神聖な儀式だ。成功させるにはまず心と体と精神を集中させねばならない。恐怖を受け入れて沈めろ。静寂を見出し己を放て。はい、師匠。拠点に戻ろう。一つ尋ねても。構わん。アンバールの宮殿でカリフが密談していました。5人の仮面の男たち、結社の連中と。カリフは連中が見つけた物体を守ろうとしていたのに、計画のことは何も知らないようでした。連中の名前すらも。バグダッドの最高権力者がなぜ顔なき者たちに怯え従うのですか。結社は何世紀にもわたり権力者やその帝国を支配してきた。結社が世界の自然な調停者であるという奴らの真理を理解させることでな。カリフは結社の傀儡だ。その後継者も全員な。カリフ制そのものが奴らの影響下にあるのだ。バシム、フラッドが助けを必要としているか聞いてこい。訓練は後で再開する。はい、師匠。拠点で同志ライハンを見なかったか。ターヒルの使者を迎える準備をされています、師匠。感謝する。勇敢なヌルは元気か。彼は落ちるか舞い上がるか。舞い上がるさ、サディーク。神がそう望むなら。ありがとう。俺たちは性分が似ているな。どうしてそう思うんだ。バヌームーサー兄弟の一人に怒りを向けられても平然としてたな。俺はあの土を触ってない。やってもないことに対して謝らない、その心意気に惚れたのさ。俺みたいに頑固者だな。そう言ってくれるか。拠点でフラッドを見たか。自室の近くでアフマドと話してたな。また後でな。おい、隅にあるこれは何だ。ちょっとした模様か。私の署名だ。アルハサンやアブジャファルでもなく私のだとわかるだろう。
冗談だよ。じゃあな。ああ、バシムか。調子は？わかった、エンキル。餌をやるから。賢いやつだ。そして、知力とは忍耐力と韻を踏む関係にある。誰かを思い出すな。ロシャン師匠とは話をしましたか？そう急ぐな。家庭を大切にしろ。肝に銘じておきます。あなたに会えと言われたのですが。おう、そうだ。リベカが革紐を必要としている。倉庫から取ってきてくれないか？俺に任せてください。また後でな。ここの探し物は一苦労だな。違う、これは革紐じゃない。これは違うな。カリフの軍勢が我らへの圧力を強め始めています。軍勢？結社だろう、アバン。その話せるのは知っていることだけです、ダイハン殿。カリフは反乱軍を潰そうとしています。このまま反乱を支援し続ければ我らがカリフからあなた方を守れる保証は残念ですがありません。反乱軍はバグダッドにおける情報源だ。彼らなくしては。仮にそうだとしても、ムハンマド総督が反乱を迅速に鎮める手腕があることを示すために心血を注いでいます。ふん、それは知っている。私は警告しに来たのです。バグダッドの状況は刻一刻と変わっていて、想定よりも早く動く必要があるかもしれません。分かっている、アバン。つまりこの地を統治するターヒルがアラムートへの総攻撃を防ぐ唯一の存在なのか。脆い平和だな。いつまで続く？建設の進み具合は？ああ、それが思ったよりかかりそうです。思ったようにはいかないな。ああ、同志ライハンは賢い方ですが、まるでこの砦がここに建てられる運命だったかのように言うんですよね。私たちは従うだけです。ロシャン師匠は平和の都までの歩みを急いではならないと教えてくれた。急ぐつもりは全くありません。バグダッドは変わってしまいましたから、今は危険すぎます。リベカ。バシム、バシム、あんたサボってぶらついてたんじゃないでしょうね。いや、革紐を持ってきた。これでいいか？冒険はもう卒業のようね。私は反対したけど、師匠が言って聞かなくてさ。あんたの探検よ。こっちが剣、会心の出来だよ。この剣、他とは違うな。どうせ作るなら面白いものにしないとね。仮ができたな。
新しい武器がもらえるとは思ってなかった。仮は結社の奴らに振るって返して一味違う切れ味を味合わせてやりな。今日はこの後師匠と訓練があるんだって。早速新しい剣の出番だね。ああ楽しみだ。訓練はどうだサディーク。ヌルに教わったナイフの持ち方に変えたら前よりずっと精度が上がったんだ。お前も試してみろよ。狙ったところまで一瞬で飛んでいくぞ。ナイフの使い方をまた。すごいな、やるじゃないか。ああ、おかげで訓練のやる気が出てきたよ。そのまま励めよ、サディーク。サラーム、サディーク。サラーム、フラッドさんの指示かい？いや、違う。手伝ってくれるんじゃないのか？俺じゃないのは間違いないな。申し訳ないですが、忙しくて。これをどうにかしないと。じゃあ、頑張ってくれ。アッサラーム、アライクム。ごきげんよう。さっきまで山に出ていたんだが、アラムート城塞の姿は壮観だった。同志ライハンがアラムートの山々にあるワシの巣を参考にしろとおっしゃったんです。その影響が見えるな。それじゃお気をつけて。よくやった。また明日な。バシム、戦闘訓練を始めるぞ。リベカからこれを渡されて驚きました。剣は隠れし者にとって粗末な武器ではないのですか？隠れし者は様々な武器に精通しなければならない。戦いがどう転ぶかは決してわからないからだ。どんなものでも剣は扱える。だがお前ならどう使う？それを学ぶために来ました。本当にそうなのか？はい、そう思っています。お前の肉体はここにあるが、心と魂はどうだ？謎かけですか？違う、それは生と死を分けるものだ。私を狙い、円を描くように動け。敵に決して背を見せるな。よし、いいぞ。まずは早突きを見せてみろ。よし。いつまで待たせるつもりだ？そうだ。見事だ。敵に深手を与えるために攻撃に力を込めなければならない時もある。隙の大きい攻撃だ。使い時を見極めろ。さあ来い。
そうだ、臆するな。見事だ。次は防御だ。敵の攻撃は受け流すことができる。うまく受け流せばその敵は無防備になる。私の攻撃を受け流してみろ。よし、いいぞ。その調子だ。見事だ。受け流せない攻撃もある。そういった攻撃は回避するんだ。構えろ。よくやった。そうだ。やるな。ではここから自由に立ち会うぞ。学んだことを生かせ。おっと、意表をつかれたな。よくやった。ならどこで覚えた？今日はここまでだ、バシム。なぜやめるんです？失敗からは学べません。真に学びを得るには道と性が等しくあらねばならない。この訓練はどうだ。次は誠意を求めろ。むやみに訓練するのではなく忍耐強くあれ。失敗は成長の一部だ。今の言葉について考え成長してこい。はい、師匠。必ず。よし、しっかり励め。もうすぐアフマドが知恵の館に戻りますが、命を落とすのではと心配で。お前たちの絆は知っている。じきに多くの情報が届くだろう。そうしたら我々も動ける。サラーム、アブジャファル。アフマドだ。アフマド、悪かった。謝るな。ほら、体を温めろ。アフマドは明日ここを去る。バグダッドの知恵の館へ向かう。知恵の館？兄弟とそこで研究をしていた。まだやり残したことがある。科学は人を待たずだ。そして私は学者に紛れ隠れし者としての務めを果たす。フラットさん、バシムに羽の話をしてください。羽の伝承の起源はエジプトにある。それが表しているのはマートの羽だ。サギの羽を標的たちの血に浸したのさ。そして羽を残し、ドゥアとの主の審判に委ねる。それを担う者は謙虚な姿勢を持ち、己の立場をわきまえなければならない。我々は正義の使者であり、最後の審判者ではない。誰か一緒に巡回しないか？俺が行くよ、ヌル。今夜は冷えるから体を動かさないと。助かる。じゃあ行こう。来ないのか、バシム。物語は後で楽しめ。ここだけの話をしても？もちろんだ。どう？自社と話しているのを聞いてしまって、バグダッドの反乱軍と取引していることで俺たちが狙われるかもしれないと言われていた。アラムートにいれば安全なのか？どうだろうな。だけどこのワシの巣を攻める奴には同情するよ。
監視の調子は？アラムートは何ら異常なし。腹がペコペコだよ。大峡谷までは手が回らなかった。分かった。俺たちはそこから始めよう。よし、ネル、ついてこい。儀式を楽しみにしているか？ああ、今までの人生がそのための備えだったような気がする。俺も儀式の前の晩は眠れなかった。興奮のせいだけど、実を言うと少し怖くもあった。人間は未知なるものを恐れるが、儀式の向こう側にはさらなる未知が待ち構えている。結社をどう思う？暗い街角や路地裏に潜むおとぎ話の怪物といったところか。だけど結社は実在してる。奴らの目的は？バグダッドを支配することさ。権力を。こいつはヌジャ。立派な姿だ。お前もわしが手に入るさ。フラッドからエンキドゥというわしを紹介されたよ。俺ととても似ているらしい。しかもお世辞じゃないな。ヌジャが何か見つけた。こっちだ。後に続く。すぐに始末するぞ。分かった。攻め時を伺わないとな。心配無用だ。音を立てるな。怖くはない。問題が起きても備えはできている。木の人形とは違うだろう。なあ、そうだな。この剣どうした？バグダッドの傭兵が使う武器だ。みんなにも知らせないと。バグダッドの傭兵です。なぜわかる？
バシムが奴らの剣に見覚えがあるとのことです。連れてこい。バグダッドの傭兵だとなぜわかる？俺はあの町で育ちました。奴らの武器は何度も見ています。すぐ近くで。傭兵がいるということは依頼主もいるということです。ああ、そいつの正体を突き止めなければな。バグダッドに戻り、アリーブン・ムハンマドに助力を請おう。まさか、残樹の導き手ですか。奴は妄想に取り憑かれた危険な男です。そうだとしても、バグダッドの数少ない味方の一人だ。アリとその仲間の力が必要になる。私がバグダッドに向かいます。アリと合流し、依頼主が結社なのか突き止めろ。はい。神のご加護を。神のご加護を。行ってきます。また会おう。バシム。アルハサンを待たせてる。会いに行かないと。めでたい日の気分はどうだ？妙な感じだよ、アルハサン。思ってたより落ち着いてるんだ。心が嵐の海みたいに荒れると思ってたのに、穏やかなものさ。それはお前が訓練をし、機会を逃さなかったからだ。受け取れ、バシム。お前のものだ。大変な名誉だぞ。理解できてないだろう。師匠たちが俺を待ってる。ありがとう、アルハさん。
それじゃ。少しでいいから洞窟の中を見てみたいんだ。一体何？やあ、タビッド。忙しそうだが、どうしたんだ？イルタニのことは知っているか？隠れし者の創始者の一人だ。彼女は精巧な毒を用いて、アレクサンダー大王を暗殺した。俺はその毒を再現しようとしているんだ。イルタニは倒せない敵などいないと教えてくれた。それがどれだけ強大に見えたとしてもな。ためになる話だ。神のご加護。少しでいいから洞窟の中を見てみたいんだ。一体何があるんだ？今日の儀式のことで一つだけわかることがある。今日はバシムの大事な日ね。だけの花を落とさらず。重要なことだ。私も彼みたいに。気分はどうだ？いつでも飛べます。改めて言わせてくれ。お前の成長を見守れたことを誇りに思う。新人としても一人の人間としてもな。私を導いてくれたこと本当に感謝しています。光栄だ。来い、お前のローブがある。おお、似合っているな。来い、時間だ。その日はどんな気持ちでしたか？怖かったさ。手のひらは汗まみれで、膝は震えてた。そんな姿、想像できません。大事な日だ。お前に一つ秘訣を教えてやる。勇気とは、大いなる恐怖に包まれる中で行動することだ。バシム・イブン・イスハーク、今の人生を捨て影の道を歩む覚悟はあるか？はい、あります。かつての己を捨て去る覚悟はあるか？身近なものを全て犠牲にする覚悟はあるか？はい、あります。守ると誓った教義を決して忘れるな。罪なき者に刃を向けるなかれ、身を晒すなかれ、決して仲間を裏切るなかれ。闇を抜けて光の中へ、そして光から闇へ戻る。バシム・イブン・イスハーク、今より汝はわしの道を行く。
歓迎しよう、隠れし者よ。汝は死に生まれ変わった。さあ私と戦え、真剣勝負だ。また集中を切らしたのか。これなら、また怒りに飲まれるのか。そんなことを教えた覚えはないぞ。おかげで成長できました。助けてくれ、ヌル。ヌル、無理するな。気を強く持て。旅をする装備ではない。バグダッドを急いで出たのか。水だ、飲め。ありがとう。さらわれた。奴らが夜陰に乗じて。奴ら、結社か。私の天幕に運べ。アリが捕まったのはまずい。バグダッドの状況も結社の動きもつかめなくなる。バグダッドに向かわねば。ロシャンとバシムはフラッドと共に行け。すぐに立て。バシム、先を急ぐぞ。よければ見て回っても構いませんか。バグダッドの風景が懐かしくて。構わんが、ほどほどにしておけ。ハルビアに着けばやるべきことが山ほどある。シャリーのモスクの近くにある格子で覆われた中庭を探せ。ヌルはそこで情報を集めていた。さて、どこに行くとしようか。